ミッドナイト。水曜10時は水曜10時エルクナイオイヤス。はい、私が司会進行をお祈りいたします。エルクストリートのボーカルジュライです。DJ 兼トラックメーカーのエルクストリートのタルスです。はい、ロー今週も始まったんですけれども、始まりましたね。年内残すところあと今日入れて3回、うん、知ってる？この番組何月何日から始めたか。え、123の、あ、覚えてんだよ。覚えてるよ。前回言われて、あ、せや123やったって。そうそう、1月23日 CD 発売日からさせてもらってるエルクアオイディアンス。別にのぶたグループじゃないけど。何のぶたグループって。アジンコスロッカー123。ああ、123ね、実家の近所にあったわ。俺の実家の近所もあったと思う。中央踊り通り。どうでもよ。はい、そう、私が喋ってた話の腰折らない。はい、1月23日から始まっているエルクアオイディアンス、来年の1月で1年なんですけれども、はい、番組終わらけちゃうよ。来年のね、1月で1年になるということで、はい、年始1月8日が、第一発目のエルクアオイディアンスなんやけど、はい、1月8日のエルクアオイディアンスは なんと2時間特番でお送りします。初の特番。そう、総集編みたいな感じ。違う。なんで勝手に総集編打ち合わせしたやん。したそう、あのロケにも行って、そう、ちょっとあの富士山ではないけど初めてのお使い的な、そう、遠足をね、遠足ちょっとしようかなと思って、それを収録したものをお届けしたり、いつも通りこういう感動をお届けしたり、もしかしたらゲストも出るかもみたいな。ジュラ散歩ってやつやな。ジュラ散歩、それチー散歩のパクリだ。大丈夫。はい、そんな感じで、はい、はい、1月8日年始を送り出しますので、はい、またまあまだあと年内ね3回あるけど、うん、そちらも楽しみにしてください。はい、はい、あ、3回どうしようか。どうしようか、もう結構決まってないですね。決まってるけど、決まって25のクリスマス本番の日が年内最後やねんけど、うん、っていうかそれを知ってびっくりしたやん。25日が水曜日やん、うん、次の日はもう1月1日やねん、水曜日、うん、1週間後。じゃあもうクリスマス放送で終了やん。あ、そうそう、年内はね。そう、だから私ナイトチューブさんがあの年始やってたら1日放送なんかなと思って、それはそれでちょっと面白いなと思ったけど、1日はお休みだそうです。もうそうなったら場合もみんなあれやな、うん、あのワイプでみんな耳さしながら喋る。あ、家で家でそういう放送になるよ。クリスマスは彼氏で彼女に決まってるやんね、エルクさん。いや、私はここで放送ここで放送なんだよ、僕ら。私たち絶対ここにいるんで、25日、はい、あのね、ちょっとダーリンとか彼女がいなかったり、あのいても平日やから仕事で会えなくてお暇な方はぜひぜひ新宿歌舞伎町ナイトチューブスタジオ遊びにも来れるので、はい、ぜひぜひ。1日放送したら視聴率が増えるかもしれないな。ね、でも1日放送しないから。はい、あ、でも1日放送の特番みたいなのが多いもんな。うん、多い。いい枠はマラソンの時間やね、やっぱり、うん、マラソン枠のところに俺ら持ってくるから。マラソンでしたよな。何やったっけな、クリスマス1日はマラソンやから、みたいは。クリスマスはミニスカパンチラサンタやるんだよね。ミニスカ、いや、サンタの服を悩んでてネットで今買おうと思って探してんねんけど。そう、コスプレせなあかんねん。そう、ビンゴのものがなくてまだ悩んでる感じかな。いや、パンチラはしないですよ。はい、サンタの格好するの。サンタも格好するけど、あのサンタですごいいいのなかったら、あのいきなりトナカイになったらごめん。トナカイの方がいいのあるだいたいトナカイって着ぐるみ系モミの着たかなんかそんな服なかった家に。あった、あったモミの着みたいなコート持ってるやん。コート持ってた。私がクリスマスツリーって呼んでるコートね。はい、はい、オープニングトークへ行く前に、はい、今週1週間タウルスさんどうでしたか。今週1週間の記憶がほとんどないねんな。また言ってる。でも今週結構一緒になったよな、制作したり。制作ばっかりやん、うん、
いなくても制作ばっかりやん、うんうんうん、でもまあ今週1週間でもブログでも私書いたけど今新曲3つぐらい並行して、うん、あるしやってる、ね、別に完成させてない曲も何個もあるからな途中でな次の曲やりたくなってくるあー分かる分かるそれは分かるちょっとネタつきた感ができてきたなんかもう聞きが来たわってなってくるだってプレゼンション見たよやってありがとうそしかもあれプレゼンションじゃなかったなあれプレゼンションやったなちゃうねんちゃうねんちゃうねんあれ私謎が解けてホームページに行くとプレゼンションはねその中のきっとプライスショーっていうあれがコーナーやあーそうなんそうそう番組はザ・プレゼンションってホームページに載ってたからあってんねんやけどプライスショーって私が言ってたのも間違ってたのではなくてあのコーナーの名前やったみたいなるほどなるほど、うん、歌えなかったいや歌えなかったというよりも歌う番組じゃないから歌う需要がないというかだから、はい、なんか俺は歌番組全くやってないよなねまあでも嬉しいです、まあ、ね嬉しいですね、うん、ちょっと恥ずかしいけど見てくれた人ありがとう、はいはい、まあキャラがね合ってますからで1週間の話はもう終わり1週間な、うん、黙らんといてよDJ したぐらいかなって感じです、ね、あ、そう、今日ね、うちら福岡ジャイアンドさんっていう言ったら、アーカーも携わっていたりピンクピンクとかもやってたし、はい、いろんなアクセサリーとか服屋さんとかを自分でプロデュースしてやってる知り合いがいて、そうで、そのヤノちゃんが表参道やったっけ表参道って青山、うん、に、ね、路面店でそう服屋さんを出したんやけどそれの期間限定ショップとして新宿の伊勢丹に今日からショップが出てたのでそれにねあのちゃんに会いに行くがてら ね一緒にお買い物行ってきてんけど、うん、女の子は多分私も服買ってんけど私もとか私が買ってんけど女物しか売ってないかなほとんどそう、なんかね、女子力上がる服がすごいいっぱいあってで、私結構メンズっぽい格好を女っぽく着たりするのが結構好みあったりするけど私今日スカート買ってんけど、ちょっと、あ、来週履いてくるわそれ来週ここで履くけど、すごい形可愛くてで、それのピン、私が買ったのはあの、青コーンやってんけど、それのピンクがの上下を FNS かなんかかなかなんかで西野カナちゃんが着てたらしくってなんかピンクはもう全部完売やったらしいねんけど紺色が売っててねすっごい可愛かったでなんかそれのパンツスタイルの方を店員さんが着てるな、うん、そうそうすごい可愛かったしあの綾乃ちゃん最近あ結婚してんねそう結婚してんけど旦那さんもいらっしゃってな優しそうな旦那さんそうそうイケメンのそうおめでとうございます、ね、本当おめでとうそう、そんな感じなので皆さん新宿伊勢丹のお店にも、うんまた路面店の方にも足を運んでみてくださいぜひぜひ、うん、なんかね、なんていうかなクリスマスのデートとかに着ていく服を迷えばあそこに行ったらあるなと思った、うん、私これなんかこんな感じのねショッピングバッグも可愛くてほんまにもう今言ってるようにもうガーリーな感じの格好が多い、うん、すごいガーリーちょっと今服も見せようと思ったけど来週来て見せるわはい、はい、って感じであおすすめコーナーあそうそうそうなんですけれども今日は私2個おすすめしたいものがあります何でしょうか1個が、うん、じゃんじゃじゃーんこれこれ見えるかな？それなんて書いてるの？リンドール、リンドール、リンドール。そう、これねチョコレートで、私アメリカに留学してた時にでよく売ってたから買って食べてんけどすごい高いの。もうなんか高そうやん。あのね、10個入り2本やったら980円で売ったんや。高い、1個100円。1個100円レベルやねんけど。めっちゃ美味しいねもう高級な味がするんで
青と色によって味合うの？うん、青と金色とオレンジと赤と黒がある。おで、金色がホワイトチョコで、うん、でオレンジがピーナッツバター、うん、さピーナッツバターはもうザ・アメリカの味がする。あもうどこまで甘くするねんぐらいやけど、ちょっと日本人はなんかもう見た目があれやもんな。そう、これはちょっとあれかもやけど、この青と赤と黒はめっちゃ美味しい。ちょっとこんな感じやんな、なんか、ネタ、ハロウィンのさこんな感じと、トリックはついてる。うん、ちょっとこうやって子供たちが持ってそうな感じになってる。そう、すごい食べたい。すごい食べたいじゃない、すごい美味しいね。で、これちょっと私家で食べてるから空いてるけど、リンゴ1個あげるな。何色がいい？青がいいな。青何やし、青と赤が一番美味しい、私的には。いただきます。ちゃんと感想をいい感じに言ってよ。でもね、これね、ちょっとね、アメリカのものなのかな、うん、USA って書いてる。アメリカのものやからちょっとね、太る味はするから一気に食べるのはあれやけど、すごい美味しい。なんか高級な味せえへん？めっちゃ美味しいやろ。どう？これ中なんか生チョコかなんか入ってる。そう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 、なんかコーティングされてて、うん、その上は硬いチョコレートやけど、その中から生チョコみたいなのがふにゃって出てくるの。生チョコが、うん、生チョコっぽくない生チョコっていう。あ、分かる分かる。なんかもっとなんていうの、うん、生感が強いね、生チョコの生チョコ感が。美味しいやろ。うまい、これめっちゃうまいな。1個100円やけどな。だからこれ1個100円か。だから私これ家で冷蔵庫に冷やしてるけど、あんま取ったらあかんだ。取りはせえへんけど、なくなってる可能性あるよ。はい、みんなリンドル。すごいうまいこれ。うん、スーパーに1食ずつとかでもたまに売ってるから、うん、赤と青が多分きっと食べやすいかな。赤と青だけで買えれる。うん、赤だけのとかが3つ入りとかでスーパーとかで売ってる。あ、そうなの。うん、でこの大きいのはいろんな色が入ってるやつで、これはね、多分2000円ちょっとしたけど、コストコで買ったから、あの値段がちょっと落ちてて、だから普通にこのサイズだったらもっと高いやろな。きっと20個以上入ってるからあれしてるけど、そう、あ、コストコやったからこんだけ入って2000円ぐらいやった。いや、まあチョコレートとして考えればやっぱ高いけど、うん、高いけど、だからなんかたまに食べるねちょっと自分のご褒美だったんだな。ちょっとずつ1日1個ぐらい。はい、はい、で、もう1個おすすめしたいねんけど、すいませんスタッフさん、ちょっとあれ取ってもらっていいですか。うん、もう一個、これ今なんかナイトチューブさんの番組してたら CM に入ってくるやん。飲んで二日酔いが慣れへんってやつ。ナイトチューブ、YouTube か何かで検索みたいな見たら、うん、もうこれの CM の一人一人のやつがブワー上がってるわけよ。ああ、そうそう、もうそれめっちゃおもろくて、それがこれね、セキュリティフィールベターってやつで、みんなも知ってるさ、フランスのスペリエの会社が出してて、もうフランスでは20年ぐらい愛飲されてる。あれ、ペリエってどこなの会社？知らん。そうそうやねんけど、そう、いや安全やと思う。なんか入ってるものもちょっと漢方系やから、あ、体には悪いものは入ってないねんけど、その CM で見てて、これのその二日酔い絶対ならへんってスタジオのスタッフさんも言ってたし、あ、私一滴もお酒飲まれへんから、ここで飲まれへん人がやったらどうなるんかと思って家で検証したんです、こう一人で。ほんで家です。ボジョレ・ヌーボーを買って、調子乗りすぎやろ。買って、で、これなんか飲める人は飲んだ後にこれを飲めば、明くる日に二日酔いにならへんらしいねんけど、私みたいな飲めない人はお酒を飲む30分前に飲んでって言われて、飲んで30分待って、ボジョ、もう酒も飲まれへんのにボジョレーヌーボーワイングラスに注いで、あとチーズとか用意してそれを取れよ、それを放送しようや。一人酒盛りをしてて家で、しゃもろいやん。そう、ほんでで私その飲まれへん
度数が人よりすごいあの激しくて、言えばなんていうかな、ワイングラスにいっぱい普通に注いだのを全部飲もうとしたら2時間かかるわけ、うんうん、私はそれを2時間かけずに、しかもあれやろ、なみなみ注ぐんじゃなくてちゃんとかっこいい感じに入れるぐらいのね。で、そのそれを2時間かけずにパッて10分とか30分とか、まあ、あの早い段階で普通の人みたいにこうグビグビって飲むとするやん、うん、じゃあもう顔がほんまにこのソファーぐらい赤くなるな、私知ってると思うけど、真っ赤っかになるし、ムックみたいな、そう、頭もガンガン痛くなるし眠くなるし、もうひどい時はジンマシン出てもう嫌やってなんねんけど、これはほんまに飲んで、でやっぱさ、お酒が苦手やから味も好きじゃないからさ、飲んだ時は初めなんか、なんかやっぱり効かへんかもこれと思ったよ。別にこれ飲んだからって言ってお酒の味は変わる。そうそうやねそうやね、やけどそのいつもの味やからなんか、あ、自分的にあ、もう酔うんちゃう、あ、もうこれはいつもの感じになると思って嫌やなって、効かへんのんちゃんと思っててんけど、飲んでも飲んでも顔全然赤くなれへんな。いや、飲んでも飲んでもって言っても結構いっぱいしか飲んでないけど私は、でも全然顔も赤くなれへんし、頭も痛くなれへんし、眠くもなれへんし、あれちょっと楽しいみたいになって、これなんか別になんか私もお酒飲まへんから無理して飲む必要ないけど、飲みたくないけど忘年会で一杯ぐらい付き合わなあかんとか、誕生日パーティーで一杯ぐらい付き合わなあかんとかいう時はすごいいいと思った。セキュリティーフィールベター、うん、フォーパーティーフォーレセプションって書いてます。これ通販やん。いや、わ、知らないけどそう、でもこれほんとすごいいいから皆さんチェックしてみて。通販中ですみたいな、この辺に出てくるんかな、これ私が今この辺に通販中って言ったら一気にこの商品うさくさくなるへん、うん、周りの声とかも入れてもらえな。いや全然、すごいみたいないや、わかんない、これどこに売ってるか知らないけど、ナイトチューブさんが宣伝してはるから、うん、ナイトチューブさんに聞けば多分いただけるってか売ってもらえると思います。ちょっとほんまにこれね、今から年末やし、うん、ぜひお酒飲めない人はお酒を飲む場所へ行って自分も飲んで一緒に楽しめるなと思った。って言ってるこの商品がもしかしたらさ、うん、今後ウコンの力とかが置いてるところにこの商品並べたもん。あ、そうそう、でも俺らの宣伝力そういう感じやな、あり得る。いや、宣伝力っていうかこの商品の宣伝やな。そうこれね、セキュリティフィールベーター、はい、こんな感じです。じゃあ今日のオープニングトーク終わり。はい、じゃあオープニング行ってみましょう。 CM 明けまで待っててね、どうぞ。タイトルとその曲を歌え。どういう意味？アーティストとタイトルとその曲を歌え。どういう意味でしょうか？イントロボンってこと？イントロドンじゃない？イントロドンか。イントロボンって言ったらないよな。イントロボンってなんだ？どっちでもええやん。どんなん。で、イントロドンなんやったら問題は？それはタイトルと歌うってこと？別にちょっとだけでいいんかな。それのタイトル、アーティストとタイトルの名前をその曲に合わせて歌うの。分からん。なんか、あった。音楽家は本当に音楽を知っているのか。イントロドン、歌舞伎町立メロディー学園ボリューム1ってことはボリューム2があるってことやな、これ。じゃあ、俺らが、私らがやろ。じゃあ、はい、もういきなり始まる感じ。いきなり始まる感じ。
言ってください。じゃあ1曲目え、もうどういうこと、答え出たよ今。答えじゃないのか今のあかんやろもう今の分かってしまった私イントロで。え、タイトル何やったっけあれ。嘘やん、これは絶対分かる。あ、びっくりした、これこのイントロサムライソウルに似てんなと思ってしまったらサムライソウルやった。え、この今の曲の題名分かれへんかったら日本人として、何やったっけあの題名モグリやで。もういいっすか、もう待って、ちょっと You are all gonna ちゃんとちゃんと今私のホーム、私のホームからこっちで見てるかって感じ。寝てるか誰かとまた恋に落ちて、もうくじゃあやってない。宇多田ヒカルのタイトル名が分からへんねんけど、ドラマが魔女の条件やったような気がするねん。あー、そうやわ。あの、え、松島菜々子さんに出てるやつ、さっきと松島菜々子のドラマのやつやってんけど、じゃあ私全然わかんないタイトル。宇多田ヒカルのファーストラブ。あ、そう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 。You are always gonna be my love。 はい、せこない、なんかシンガーやからさ。いや、ファーストラブを題名分かれへんかったのはシンガーじゃないからじゃないやん、うん、この歌の振りめっちゃ嫌やねんけど。まあいいや。はい、じゃあちょっと2問目いってほしいんでお願いします。あ、びっくりした、答えやな。いい声、まあ、俺と変わらんぐらい。だってこれ知ってる、宇多田ヒカルさんのこのアルバムって日本人が、4人に1人持ってる計算だし、ね、CD 売り上げ枚数1億3000人ぐらい、うん、だから日本人口、うん、だ一家に1枚ぐらいある計算ぐらい売れてるんだって。じゃあ4000枚ぐらいで、4000万、3000万枚ぐらい。はい、2問目お願いします。あー、これはわかるわ。俺これ歌われへん、多分この人のこの曲やと思うけど、歌われへんねんけど俺これ。じゃあ私から行くか、次。これ合ってんのかな。え、これ合ってんのかな。え、タイトルこれなの。わかんない。いい、うん、私から行くね、うん、キャリーパミュパミュさんの忍者リバンバン。鮮やかにトンツッツッツッツルラントンツッ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 ツルラッタってやつ、そこしか知らん。俺もキャリーパミュパミュの忍者リバンバン。これ忍者リバンバンって合ってるの。そう、俺タイトルこれで合ってんのかなとか思って。だからね、ちょっとあのさ、これ思っててんけど、さっきからあの歌流してくれるけど答えを教えてくれへんの。あ、出てるんや。あ、出てるわ。え、あ、合ってた、キャリーパミュパミュ忍者リバンバン。え、そうなの。俺もう鮮やかに恋して忍者リバンバンまでしか覚えてないの。私、この曲 CM でしか見てないね。AU のさ、光がパッて光れたりよ。俺それ知らん。あの CM がすごい好きやった。いや、はい、3問目いくらしいです。俺全然見てないな、そう考えたら。
あー、これは分かるわ。簡単やわ。いや、でも題名なんだっけ。もうこのエルクが邪魔してる。え、何やったっけな、今の。もう何やった、ちょっともう今の何、ちょっともう一回流してください、イントロだけ。あ、わかった。私昔からイントロドンめっちゃ得意やったよ。イントロ洋楽はないんかな、これ全部邦楽なんかな。これ全然分からへんねんけど。やったかずんだ。じゃあタウですから行ってみて、行ってみて。歌われへんで、分からへんから。いいよ。え、答えだけでいくと、うん、だって別に分からへんやろ。 AKB48 フライングゲット。全然分からへんねんけど、これマジで。多分合ってんだ。私も AKB のフライングゲット。フライングゲット、うん、フライングゲットなったらテラリラリラッタテラリラリラッティだったら手に入れようかみたいなやつ。合ってる？合ってるやん、よかった。あー、よかった。てか今日めっちゃ暑くない？スタジオどんどん顔が赤くなってるぞ。合ってた。俺もうあの始まりであいつしか出てけへんわけよ。金太郎しか出てけへんわけよ。合ってんのかな。私のことは嫌いになっても AKB は嫌いにならないでくださいって言ったの。やってるやん、うん、はい。じゃあ4問目。あ、これは簡単やな。タンランランタ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 ン。誰の歌だよこれ。嘘。ここまで出てきたら誰の歌やろこれ。題名が分からへん、私これ。あ、あっちの方これ。あ、そういうこと。え、ちょっともう一回流してください。ちょっともう一回いいかな。あ、分かった。 OK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 。 あ、分かった。ちょっと待って。はい、これか。せこない、この一人だけみんな甘ない、なんかいつもいつも負けず嫌いな。まああんだけバスドラドーン入っとったらな。そうこれ題名やでも俺これ分かってるやけど間違ってる可能性めっちゃある、ね、そうやね、そうやね。はい、じゃあタウですから。あ、一緒に出す、一緒に出す。せーの、キックザタンクルークリスマスイブラップ。クリスマスイブラップや、そうや。合ってる？全然違う、薄いよ。ほんで EVE じゃないね。あ、EBE って言うのある。じゃあじゃあじゃあ歌って。2002-1224だん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 キーポンキーポンだよ。キーポンキーポン言うてた。覚えて、ラップ覚えてないから無理やけど。あ、合ってた、クリスマスイブラップや。やった、当て全問正解で EBE やな。めっちゃ好き、この曲。いい。でも私クリスマスソングやったらこういう系やったら、キックザカンクルーのクリスマスイブラップも好きやけど、ステディアンドカオのオンリーホーリーストーリーが超好き。わかるね、言ってるよ、うん、うん。じゃあ、あれ、まだでも今の曲は高校生ぐらいの流行ったよね、はい。次の問題お願いします。え、何。あ、これ私さっき、うん、さっきな、さっき歌ってたな、これ、うん。もうちょっと次、ちょっとあの来週もうちょっと難しいのお願いします。これね、さっきね、あのスタジオに、あのにはカラオケがあるんですけど、はい、さっきこれ歌ってたんですよね、私。はい、はい、だからちょっとさっき聞いたばっかりから覚えてるんですよ、はい。アイさんのストーリー。アイさんのストーリー。嘘なんやろ、これ。顔に合わせてじゃないか。嘘やな。はい。これ全問正解じゃん。
俺間違ってるよね。じゃあタウルスが1000円ですね。1000円な、はい、とりあえずは、はい、とりあえずな、とりあえずとか絶対はい、はい、でもこれで終わりやね。はい、じゃあそんな感じで、はい、何やったっけ、歌舞伎町立メロディーメロディー学園ボリューム1でした、はい、来週もイントロどうなのかな、わからないけど来週はボリューム2ご期待ください。じゃあ1回目の CM お願いします。ドドドドン、質問コーナーだよ。やられたらやり返す倍返しだ。クラブスコード、なんでクラブスコードに通わなかったんだろう。今日から週3だ。クラブスコード、部下の売り上げは上司の、上司の先は部下の。ユースキグループクラブスコード。ということで、実はね、はい、先週質問いただいてたけど2問ほどお答えできなかったものがあるので、それからまず、はい、はい、答えようかと思います。あの CM 来なかったなって、いやそうやね、来なかったね。なあ、あ、多分2回目の CM に、いや分かんないけど入るんじゃないかなって。な、 YouTube で見れるよ。あの CM あるやん、あのさ、女の子の CM、あの2人のやつ、2人のやつ、次のシーン、うんうん、また男の子が2人の、うんうん、あれめっちゃやりたいなと思う。あれごめん、テカ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 メラで、それ知らんわ。はぁ、はぁ、いや、いつもこの、いや、これオンエアしてる方は皆さん分からへんと思う、こっち音流れてないんですよ。あ、まあ、流れてないね。だから、絵だけでこう結構喋ってるやん、私が、うん、だから見てないことが多いのっていうだけで、はい、はい、ペンネーム、はい、男前好きさんからいただいております。男前好きさん、ありがとうございます、はい、見てくれてますでしょうか。はい、タイルさん好きです。俺も好きです。あ、すいません、やっぱり男は見た目で女の子を選ぶと思うんですけど、やっぱり女もなんですそうなんだ私見た目で全然選ばへんな。ジュライさんは、いつもタウルさんと一緒にいるとは思いますけど、うん、メンバーで恋とかってしないんですか。ジュライさんもやっぱり男前は好きですか。綺麗なお姉さんは好きですよ。男前はそう、好きか嫌いかって好きやと思うけど、うん、これ私今まで付き合った人に申し訳ないけど、私あんま基本的にあんま男前のこと好きにならないですよ。まあとりあえずムキムキでヒゲやったらいけそうやもん。いやでも細い人もいたし、あんまり見た目で好きにならへんかな、私。っていうか、すごいタイプと思って好きになった人とかさ、人生にいたけど、男前の人って緊張するやん、一緒にいて。だからあんまり苦手かな。あー、そうやな。めっちゃ可愛かったら緊張するな。うん、だから、なんか、私は結構男の人は、やばらへん、なんか男の人は見た目じゃないような気がする、私はね。いや別にめちゃめちゃ可愛くなくても、うん、なんやろ、
なんか政治家のドンみたいな人とかでも緊張するよね。それは誰でも緊張するやん。例えばさ、別にイケメンとか可愛くなくてめっちゃ売れてる芸能人の人が目の前におったら普通に緊張するしさ。緊張するえ、あ、ほんまに？でもほんまやな、うん、私はほんまにそうかな。見た目よりなんか一緒にいて頼れそうとか、なんか尊敬するところがあるとか、かな、好きになるのって。なんかかっこいい、キャー好き、たまらへんみたいなのはなったことあんまないかな。なんかな、見た目がすげえかわいいなっていうのは見てるだけでいいなと思ったけど、ね、あ、そうそう、付き合うってなったら楽になりたいねんな。楽になりたいって、楽にっていうか、その気持ち的にオフで一緒に降りたいわけよ。いやでもそれってさ、あの、分からへんけど、例えば今あなたが超売れてる、じゃあ安室奈美恵さんでやん、安室奈美恵さんと付き合うとしてやん、めっちゃ緊張すると思うね初め。でも半年も一緒におったら素の自分やと思うねん。それって別にその付き合ったら誰でもオフの状態じゃない。その付き合ってるのにずっとこんななんか緊張して意見も言われへんような付き合ってるって言わへんくないそれ。だから、うん、緊張をしてるから付き合うまで話進まへん。あー、緊張するから、うん、あー、もうここの時点で、出会った時点で楽やと思う人じゃなかったら恋愛になれへんよなと思うね、俺は。俺は、あー、まあいいけん、どうやら難しいな。でもそのさっきムキムキを見た目やでって言われてたんやけど、そう、ムキムキは好きやけど、だからって言ったら私ムキムキとしか付き合ってないわけじゃないから、まあ、ムキムキでヒゲでめっちゃおじいちゃんだけど、別に付き合う気はないやおじいちゃんとかじゃなくて、細くても好きになるってことを言いたいね。細くても好きになるし、ガリガリでも好きになるし、太ってても別に好きになるから。私はあんまり見た目全然あんま見た目に興味がないかも。そう思った男の人の、あの服がダサくても別にいいやつ、服がめっちゃダサくても好きやったらそれを私が変えようとするし、別に別にいいかな。服がダサくても別にいい、私ムキムキじゃない。付き合ったら服めっちゃダサいもんか。そう、見てたらどうすんのよ。服ダサいとか、まんま、だって、私思うね、やっぱその中学校の時とか小学校の時ってみんなモテる男の子が好きやん。あの子かっこいいってみんながその子好き。それって多分、なんか若い時って人に自分もどう見られるかっていうのがあるやん。だから例えば目立つ男の子を好きな女の子はイケてるけど、めっちゃ暗い男の子を好きな女の子はイケてないと思われるんじゃないかっていう感覚ってあるやん。だからそのみんなにモテるあの子が安牌みたいなさっていうのは小学校とかってあるやんか。その名残でなんか若いほんまなんか中学生とか10代の高校生の時は多分そのみんなに見せても恥ずかしくない彼氏っていう意味で多分ちょっと見た目を気にする子がいるんじゃないかなと思うぐらいで、あんまり恋愛って一番顔関係ないんちゃうんかなって私は思っちゃう。な、うん、別に若い干渉するわけじゃないしっていう、学生時代とかやったら多分そういうふうなのも必要なのかなと思うけど、なんかそう思います、うん、だからこの、男前好きさんをディスってるわけじゃないよ。ディスってるわけじゃないけど、まあ、若い私はあんま気にしないかなと思います。はい、全然気にしない。そう、私はね、もう男の人がね、家出る前にね、ずっと鏡の前でこういうのとかしてるのがすごい結構苦手やのよ。もう、あの寝起き2分で家出れるような男の人のが好きやねん。あれ、いけよな、もう、いや、もう男やのに、こう前髪が決まらへんとか10代の時のそういうのが、まあ、私は好きじゃないから。10代の時の時は俺もそうやったけど、え、坊主が好きなわけでもないねんけど、まあまあ、あんまりあのちょ見た目に無頓着ぐらいの豪快な人のが私は好きかなって感じです。はい、はい、今はそうですよ、うん、じゃあ2問目、人って変わってくるよね。はい、じゃあ2問目お願いします。ムキムキの坊主が好き、ヒップホップやんの、それ。はい、どれやろ、これかな、うん、ペンネーム東京さんからいただいております。はい、ありがとうございます。先週の放送を見て、東京って歌
ってましたよね。あうん、先生ですよね。ありがとうございます。すごく良かったです。ファンになりました。おー、ありがとう。 CD 買ったかって、ね、やっぱりエルカさんは、大阪から出てきたってことなんですけど、うんうんうん、東京と大阪の大きな違いって何ですか。言葉とかもあるとは思うんですけど、納得するような違いってなんだ、何かありますかって来てますって。うちの J が答えてくれますって。これあなた答えて。え、難しくて答えられない。ディスってまうから。どうしよう。東京と大阪の一番の違い、人に関心あるか無関心かって話しちゃうの、やっぱり。そこから全部が始まるかなっていうイメージがある。何かな、パッと分かりやすい違いといえば、生活かかってる人が多い。で、その例えば大阪とかって実家暮らしやからバイトでいいねんっていう女の子って、うん、私の周りにも結構いたけど、やっぱ東京ってその夢を追って出てきていたりとか、仕事や大学で出てきてたりとか、何かがあって地元を離れて、うん、来てる子が多いから、みんなすごい、まあ、でも簡単に言ったらやっぱり頑張ってる人が多いと思う、大阪とかよりは全然、うんうん、はい、納得いかへんやったらどうぞ。いやだから俺はやっぱり私の意見、これは人に無関心な人が多いなって思うから、うんうんうん、あ、こんだけ人がいっぱいおるから。でもそれはやっぱそのこう自分のことに一生懸命やから人にまで気が回れへんっていう、だからこうよくさ、うん、車でさ、うん、こう周りのことが見えへんからああいう運転をしたりするんやろなって思うし。へえ。はい、そんな感じでいいですかね。はい、以上で、はい、行きましょう。3問目いきましょう。はい、ペンネーム裏切り者さんからいただいてます。裏切り者さん、はい、はい、ありがとうございます。最近人に裏切られました。信用して応援してた人だったのに、うん、まだ相手は裏切ったことすら気づいていません。あ、お二人ならどうしますか。ちなみに私友達もあまりいないから、その人を捨てたら友達がいません。変な質問すみません。うん、これ、うん、私一つマジ言いたいことがある。お友達がいないからその人をにすがるっていうのを捨てるべきやと思うね、うんうん、別にそのなんか恋愛でもそうやけど、この人と別れたらもう好きな人できひんってみんな思うやん、やっぱ振られた時って。でも絶対できるやん、もうこればかりは絶対できるやん、生きてたら。だから別に友達は寮じゃないし、まあ、一人もいないのは寂しいけど、うん、でも一人いてその子が10人分 の, 役割を果たすぐらいに大きな愛をくれる子なら、その子一人で十分幸せな人生を送れると思うし、その別に裏切るようなお友達はもうこっちから捨てるぐらいの勢いで、うん、あ、何歳ぐらい、いい勉強になったなって。何歳ぐらいの人なの、ぐらいでいいと思うけどね。ん、何歳ぐらいの人、なんか若い子なんやったら、まあ、うん、なんかまず友達をさっきずっと増やして、うん、なんか別に恋愛とかじゃなくて、まず友達とか自分のこと知ってもらう人たち増やしたらいいのにって思うけど、これが言ったら50代ぐらいの人からの話だと、またちゃうんやん。完全にこの文面が50代じゃないと思うんだけど、私多分若い子やと思うけど、いや、やっぱさ、なんか友達って、うん、私もすごい思うねんけど、知り合いと友達は全然違うし、うん、私も知り合いすごい多いけど、自分が友達やなって認識してる人はそんな何百人もいるわけじゃなくて、でもやっぱりなんか友達が多い人ってすっごくキラキラしてるように見えてしまうやん。言ったらバーベキュー行きましたって大勢の中でウェーイピースしてる写真とか見て、そういう、そんなに自分が友達いなかったら寂しい気分になったりすると思うねん。うん、なんだよ、ちょっと恋愛の歌詞書く感じなの。違う違うって思うねんけど、いやでもそれって、うん、ほんまにないものねだりやと思うね。あ、まあ、うん、そうやな。そう、例えばその30人ぐらい友達がいる人は30人いるなりの悩みがやっぱあるわけよ、うん、30人分のこう意見と性格もあるから。だから別にほんまに気にしなくていいというか、今ってやっぱりさ、ミクシーから始まり、今でフェイスブックとかさ、やっぱりなんか友達こんだけいますよってちょっと公開する
場所が増えたし、ね、お友達少なかったいいねが少ないとか、そういうのは多分あの子の方が多いけど私はないとか思ってしまうと思うねんけど、そんな思う女の子ってやっぱ思うと思うねん、そういうの。でもそれってほんまに気にしない方がいいと思う、うん、だからこの裏切り者さんは、裏切られた人がなんで裏切ったのか分からへんけど、裏切った人にも理由はあるし、裏切られた裏切り者さんにも何か理由はあるかもしれないから、なんか次の友情をこの糧にしていいお友達作ってください。はい、めっちゃまとめちゃったけど、まあ、友達が少ない人を責めるわけではないけど、うんうんうん、友達が少ない人側の方にも、うん、まあ理由があるんやろなってのもあるから、俺は自分でもそう思う、俺自分でも友達少ないからそうだろ、なんでかっていう理由も分かってるから、だって俺から連絡せえへんし遊びにも行かれへんし、じゃあ友達も減っていくかなと思う。でもなんか友達って、うん、例えばさ、なんか高校の時とかってさ、仲いい子15人とかいても、今その子と喋ってるかって言ったらその1人とか2人としか連絡取ってない、うん、結局それが友達やってんやつとか、うん、別になんかなんていうの、まあ、連絡したら会って喋ってご飯とか行くぐらいはするやろな、うん、今全然何年も連絡取ってないけどっていう地元の友達とかっておると思うね、うん、そういう子らはおるけど、うんうんうん、ジュライちゃんは友達多そうだね、多いかな、まあでもまあはっきり言って高校から以降でできる人たち、まあ、大学生やったり大学生以降からできるような人たちって基本的に大体友達より知り合いやでな、まあ、仕事関係で知り合っちゃうとやっぱり知り合いになっちゃうね、なんか友達になりたくても、うん、その壁を越えれないというかさ、仕事のっていうのは、まあ、結構最終的にも仕事の人たちが友達になったりするから、ほんでまた男は特に、うんうん、はい、はい、そんな感じでいかが、え、今日もこんな時間や、早っ、なんかすごい喋った気がする、これタイマー動いてなかったねはい、どうしますか、あ、今もう一個来たな、ちょっともう一個いきます、はい、はい、ペンネーム、うん、今見てますさんからいただいてます、今見てます、ありがとうございます、はい、エルクさんのお二人に質問です。この世で3つだけしか食べ物しかなかった、3つだけしか食べ物しかなかった、何を選びますか。それは料理の名前かな、いや、なんやっぱ肉とかやったらだってあれやもんな、私は焼肉、寿司、うん、ドーナツのフレンチクルーラーその3つを選ぶ。俺はだって全部おかずやったら甘いもん食べたくなるでしょ、お米食べたくなるからお寿司は入れてみた。俺は黒沢館で食った料理、うん、あの和食セットみたいな、うん、で、まあ俺は焼肉よりステーキかな、2つククツインテール、え、俺は焼肉よりステーキかな、あ、ステーキ派や、うん、ステーキ何で食べる派。俺はステーキはあのなんていう黒のスパイシーのかかってるやつあるやん、うん、あれを、うん、何ソースってあれ、あの牛肉のソースみたいなのあれやん、うん、赤っぽいソース、あーあれね、グルービーソース、グレービーソース、うん、あれさ、オニオンサワーって、うん、サワーオニオンクリームってあれやん、オニオンサワーかな、あのクリームみたいなやつ、あれで食べなくて、私はステーキはニンニク醤油、あれがめっちゃ美味しい、ステーキほどアメリカ人っぽく食いたくなるよ、なんかあの味が食べたくなるね、アメリカ人っぽい味が食いたくなる、あの時はまああと一個はもう寿司やろな、お寿司はね、いいよね、私あの、築地のお寿司に行ってんけど、この間もうめっちゃ良かったわ、やっぱり行ってみて、うん、俺は言ってんのは年末じゃ年始か、まあ、北海道行くし、あ、そっか、まあ、北海道のトリトンっていうな回転寿司屋さんがあんねんけど、うん、もうなレベルが違う回転寿司やろ、あ、そうなんや、めっちゃうまいから、へえ。トリトンって言って名前がちょっとあれやけどさ、今風やけどさ、なんかちょっと韓国料理屋っぽい名前やねんな、トリトンってめっちゃうまいから、料理番組ねやってみたいけど、そんな食うどうやってやったらいいんかっていうね、このセッティング的に、まあ、多分まあ10代の方がコメント力はあるからうまいみたいなコメントは表現してくれると思うけど、俺いらんやんってわかる、俺いらんかあれ CM2 回やったっけ、私してない、してないわ、ごめん、 CM 先もう一回行っていいですか、行きましょうか、すいません、はい、CM 2回目どうぞ、
どーめっちゃ喋ってプラスレッドブルを超える大人気ポピュラードリンク、二日酔いがなくなる。お酒が1杯しか飲めない人が5杯は飲める。30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変。そうですね、バカみたいに飲みますね。もう OK じゃないですか。こんな感じですね。うん、これ何ですかこれ。 30% もすか。これでしょ、これこれ放送用でしょ。それだけ待たせるんだよ。マジですか。マジです。マジですか。飲める。本当救世主ね。救世主です。噛んじゃいましたね。今までのものとは次元が違います。ぜひ一度お試しください。歌のコーナーちょっと時間がなくなってきてるんですけど、はい、実は事前にリクエストをいただいていて、 TRF さんの何だったっけ、寒い夜だからっていうのを、あれ台風だ、そういただいてたので、それをちょっと季節的にもちょっと今週は歌って、それでお別れしたいと思います、はい、ちょっとエル君も歌いたかったんだけど、来週なんか歌おうかな。寒い夜だから、まあ、ELF も ELK もよく似てるからそれELK ちゃうしなスイートベイビーは25日に歌おうかな。じゃああの25日のさ、クリスマス放送の日にね、あ、カメラ切り替えてください。えい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 、
スいただいてて、はい、何だっけ、アゲハチョウとかウルトラソウル、ウルトラソウル、うん、あとみかんハート、あと、うん、アイストーリー、アイさんのストーリーベース、ベースなんとかベース、あとグローブのプレシャスメモリーズ、あと何だっけ、あ、シークレットベースゾーンのとかいただいたんですけど、はい、ちょっとうるおばえの曲ばっかりだったんで、来週ちょっとウルトラソウル歌ってみたいなと思ってるんやけど、ちょっとウルトラソウルね、今日帰りにツタヤでレンタルして、はい、ね、あの曲元気出るし、ちょっと来週ウルトラソウル、結構でもあそこまで行くまでのメロディーの展開結構コアな感じやねんなと思った。そうそう、私もさっき流してみて、みたいオンリー、いや来週はオンリーホーリーストーリーちゃうで、来週はだってまだ18日か17日やろ、うん、再来週やね、うん、オンリーホーリーストーリーラップばっかやから歌われへんねんな。しかもあれあれやな、 PV だけやろ。え、 PV もいいけど曲もいいやん、曲もいいし PV もいいけど、うん、いい PV で俺見るイメージはあれな、あれ PV いいよね、うん、あの切ない感じでね、うん、いい、あのな、あのちょっとニットかぶってたよね、ニットの上にハットかぶってた、そう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 、はい、じゃあなんや、言い残したことは、言い残したことは、うん、なんやろ、もうやるやるよって、って可愛いのちょっとするよみたいなこと言うの、言わへんよ。言ってんの、何言ってんの、わけのわからんこと。来週はゲストが来るかもしれないですね。あ、そうです、そうです、うんうん、はい、多分来ます、弾き語り系のゲストさんがいらっしゃるみたいな、はい、じゃあその人に言って無理か、すぐラップ飛ばすの、じゃあ、サムライソウルじゃない、え、何、ウルトラソウル、ウルトラソウル、うん、あ、でも知ってたら歌ってもらいたいね、それも面白いね、あ、確かに確かに、ちょっとそういう企画も考えつつ、うん、はい、さっきも言いましたけど1月の1週目始まりのエルカヨイデアンスは1月8日水曜日です、はい、この日はいつも通り10時から始まっていつもとは違う2時間のエルカヨイデアンス特別番組新春バージョンなので、はい、そちらもチェックよろしくお願いします、はい、あと、うん、今週そうそうロケ、あ、まあ、やけど12月21日がエルクストリート年内最後のイベントで恵比寿の箱でやります、ちょっと来週ちゃんと詳しく言うね、はい、21日クリスマスバージョンで我がなしのライブをするので、そちらも深夜イベント遊びに来てね、バイバーイ。一人の感覚に投げかけるすべもなく黙り込んだことにすかれ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで伝い込んだため、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。